こんにちは今日も公明党山口夏生さんに迫ってみようと思いますえ今回の動画はね50秒ほどだったんですけども忙しすぎる公明党代表に密着ということでね自分の忙しさをアピールする代表の痛々しさが映ってるわけなんですよそもそも仕事をししてて忙しくないい人っているんですかねそれをわざわざね忙しすぎるんですよっつって公明党の公式チャンネルでアピールするところ相当暇なんだなと私は思ってしまいますね で、忙しすぎる山口夏男代表日本の一般的なサラリーマンよりは暇ですでさらに新聞を全紙読んでるらしいですけども我々サラリーマンはそんな暇ありません身横にして働いて給料手取り二十数万ねいたい300万とか400万の平均年収だと思いますよで同じように忙しくされている山口夏男代表給料どんだけおいしいんですか さらに、私たち、サラリーマンの給料が安いのは、与党である政策担当をしている、お前の責任だろうが。っていうことだと思いますよ。実質賃金が下がり続けているところに、歯止めもかけずに、さらに、消費税は悪だって言いながらね、消費税をね、どんどん増税していることに加担する、山口夏夫。どういう神経をしてるんだと。そんなことのために忙しいのはやめてくれと。も、ま、う、あ、そもそもね、何もしないでくれ。 もう全部俺たちがやるから民間がやるからだいたいね現場を知らない人間サラリーマンをね10年20年もやってないようなね青病単が政治をするなという極論までいってしまいますよこれはね、まあ、そんなこと言ったらねお前がやれって言われそうですけどもいやー物事には柄ってもんがありますからねと逃げる私でございましたまあどちらにしてもね忙しい忙しいってね仕事をしてる人はみんな忙しいって言うんですよ いや、俺の仕事暇ですよって人いますかさらに、国会議員がね、いやー暇ですよみたいな動画をわざわざ撮りますだから予定調和なんですよね。で、さらに新聞読むのやめてください。全紙情報遅すぎるよ、新聞。ね。いつの情報、その時点での記事、掲載されて一日中更新がない新聞。遅すぎる。Yahoo のニュース見れば十分でしょなにあの、ニュースピックス拾っていけば十分でしょ スマホで見てくださいよ、こんなちっちゃい画面で。なに新聞広げてね。しかも、動画の中で運転手に送ってもらってますけども、私たちは自分で運転してますから、そんなね、車の中で優雅に新聞読んでる暇ないですよ。そこまで優遇されておいて、いやー、忙しいんですってね、笑顔でアピール。ほんと、お疲れ様でございます。この国は一体、どこに行くんでしょうね。うん。まあ、公明党ばっかり攻めても悪いんで、自民党の方行きましょうか。 所以这样